皆さんこんにちは、作曲家の西村直樹です。今日もウイナースタジオからお送りしています。今日2017年1月の5日木曜日、今日のスーファーの言葉は奇跡が起きるよ、奇跡が起きるよ。そして今日の BGM は金魚、金子みすゞの歌1の中から金魚をお送りしています。あの柔らかな朗読は女優の月の光を吐くのです、小林愛子さんです。花は息する旅ごとに、もう20年以上一緒になって清らかな朗読コンサートをしています。花の匂いを吐くのです。アルバムを作った中のその一つですね。金魚は息する旅ごとに、あのお話のままこのようにと我々はいつも呼んでますけれども、大正末期に生まれた天才童謡詩人金子みすゞ、彼女の残した512編のすべての詩に、作曲を7年半ほどかけてしました。山口県中戸市仙崎にある金子みすゞ記念館、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。